岩泉駅で発車を待つ陸中海岸線。陸中海岸線は、かつて運行されていた国鉄バス JR バス東北の自動車路線である。本路線は、戦時統制韓国により、岩手県北自動車から譲り受けた上で1943年11月20日より、運行を開始したくじ不代官の省営、自動車路線に橋を発する。改正鉄道不設法の別表第六号には、 岩手県九時より小本をふて、宮古に至りる鉄道があり、本路線は鉄道線の先行という使命を有していた。戦時中の展開は本路線ではあまり多くなかったが、戦後も省営バスより路線の譲渡の申し入れがあったことから、県北バスでは廃止保証金と引き換えに路線を譲渡することになった。1947年12月25日には、 本地区の運行を担当する岩泉自動車区が設立1948年4月までに総延長キロほど105キロメートルにも及ぶ路線が省営バスへ譲渡された。この結果、岩泉地区のほとんどの路線が省営バスへ移管され、県北バスは当時本社を置いていた岩泉町内にはほとんど路線を持たないことになった。 この時に遺憾された路線のうち、岩泉と小本の間は、改正鉄道不設法別表第8号の岩手県証、鳥谷よりくず巻きをふて、幌の付近に、イタリル鉄道急落号付近より、分岐してもう一に、イタリル鉄道の一部であり、これも、鉄道線の先行という使命を有する路線であった。その後も、路線の延長が行われたが、本地区では、 道路の整備が進んでいなかったこともあり、本路線が全通したのは1970年10月15日、小本と太郎を結ぶ区間が開業した時点であった。それから間もない1972年2月27日に、宮古線の宮古駅と太郎駅を結ぶ区間が開通したことにより、宮古市と久慈市は国鉄の鉄道路線と自動車路線により結ばれることになった。 1984年4月1日に三陸鉄道北リアス線が開業すると本路線の有していた鉄道線の先行という使命は失われたが北リアス線がトンネルなどで比較的内陸部を走っているのに対し本路線は海岸沿いを走っていたことから北リアス線、山田線、八戸線と連絡して沿線に点在する観光地を結ぶアクセス路線として 鉄道線の培養という使命へと変化することになった。この時期、一般路線は過疎化が進んでいたが、観光地へのアクセス路線については増強が行われていた。1985年からは、森岡から岩泉までの早坂高原線と連絡し、岩泉を起点とした定期観光バス、リアス観光号の運行も行われ、国鉄バスでは、海猫と波しぶきのイラストを描いた。 専用車両を投入した。リアス観光号は1990年代前半には森岡駅起点の一泊二日コースに拡大されている。しかし、次第に利用者減少が進み、路線維持が困難となったことから、1992年には田野畑村、1995年には普代村の路線は全廃となり、最後まで残った岩泉駅から小本駅を経由して、 大市内を結ぶ路線も2003年3月31日、限りで廃止となり、岩泉営業所も同時に廃止となった。これにより、当地区の JR バス路線は、森岡駅と流線道を結ぶ早坂高原線が、残るのみとなった。その早坂高原線も、岩泉営業所の廃止と同時に、森岡営業所に変更された。本路線の廃止後は、九じ口では、 九時海岸線と合わせて九時市民バスに転換されたほか、JR バス東北が運行していた高速バス、スーパー九時が九時駅陸中野田駅及び九時浜間を延長運行した時期があった。岩泉口では岩泉自動車運輸による代替バスが運行されたほか、岩泉町の要請により、県北バスも宮古と岩泉を結ぶ路線の運行を開始。結果的に、 岩泉地区に県北バスの路線が復活したことになった。小本駅は三陸鉄道が開通する以前、1970年代まで自動車駅が存在した。また、陸中野田駅、普代駅では鉄道駅ではあるが、自動車駅同様に自動車部門の係員が常駐していた。上記のほか、岩泉駅から岩泉営業所までは、早坂高原線、 岩泉営業所から流線道までは、悪化線が正式な路線名称であり、陸中海岸線が乗り入れを行うという形態であった。ありがとうございます。